皆さんこんにちは。今日はですね、ソロ登山のすすめというテーマでお話をしたいと思います。私はですね、ずーっとソロ、一人で雪山登山をやっています。で、それに関する情報を YouTube で発信している次第です。いろいろですね、YouTube で、えー、登山の技術とかを調べていると、まあ、肉体のこととか、技術的なこと、装備のこと、それらをね、 個別で解説している動画はあるんですけれども、こういう登山に必要なスキルを体系立てて解説しているものってないんだなっていうのに気づきました。ですので今回はですね、このソロ登山のすすめというテーマで、登山技術とかもう登山全体ですね、それを体系立てて説明するっていうことを目標にしてやっていこうと思います。はい、それではですね、まず最初にこの動画の結論をお話しいたします。 結論。登山にまつわる5つの力をバランスよく伸ばしていこう。これになります。それでは早速、登山にまつわる5つの力、それをね、解説していこうと思います。次の5つになります。まず1つ目は、肉体、体です。そして2つ目が、精神、心のことです。そして3つ目が、装備。 道具のことですそして4つ目計画これは登山届とか目的とかそういうところになりますそして最後が登山街の生活になります以上この5つの力をバランスよく伸ばしていこうという趣旨の動画ですこのね最後の登山街の生活って何なんと 登山の話してるのに登山街の生活ってどういうことですかってなんですけど例えばそれはプライベート私生活とととかかか仕事お金とかそはいそれではね一個一個解説していくんですけれども私はですね、えー、この動画で全てのことを解説するのはまあ無理だと思ってますもう尺がいくらあっても足りないんで今後ね私が今までアップした動画とかこれから出していく動画をこの5つの力の 例えば装備編ですとか肉体編ですとかそれぞれが独立しているんじゃなくて重なり合ってるんでこういうふうな体型立てでなってますみたいなことをこれから解説していこうと思ってます。それは別の動画ですなんですけどねまずは今回のこの動画で1つの例をとってこの5つの力を解説重なり具合を解説していこうと思います。では5つの力今回取り上げるのはロープワークのバタフライノットというものです。 それではまずバタフライノットって何なのっていうところをまず解説します。今私の手元にですね2ミリの細引きがあります。でこれバーッと出しますけどここにですね支点輪っかを作るというのがバタフライノットです。えくるくるっと回してやってキュッこれでできました。えっ、ー、とね見えますでしょうかね。こうやって紐をピーンと張った時に途中に輪っかができてますね。 これを支点にしていろんなものを吊り下げたりとかするようになってます。そしてこのバタフライノット、利点の一つはさっき言いましたけど、ピンとしたまっすぐになっているところっていうのですね、線が折れ曲がったりしてないんです。っていうのが一つと、これ解くのがめちゃくちゃ簡単です。キュッと引っ張ると、もうこれで解けます。これね、支点なんか何でもいいでしょって思うかもしれないですけど、じゃあ仮に、 団子結びみたいな形で一個支点を作りましたはい。これだとねわかりますかねここここがねえー、90度折れ曲がるような形になっているんでピーンと張ったロープになってないんですねだからここ細引きに負担がかかるんでこれ良くないですそして次ほどくっていう作業のところさっきみたいにどこかを引っ張ってやると簡単に解けるではなくて、えー、いちいちですね 結構解くのに時間がかかる大変だっていうのがありますだからやっぱりですね私がセルトを設営する時にはいつもこのバタフライノットっていうので視点を作ってやってますで終わったら簡単に解けるんでいいよということになりますこの辺のことつまりですね技術としてすぐにバタフライノットが作れるこれが肉体のことですね最初に言ったそして 精神のところは知識ですバタフライノットっていうものを作る使うことによって細引きに負担をかけることなくそして簡単にほどける結び方ができるこれが肉体、精神、テククニックとと、えー、知識のところになりますでそこに装備っていうのが入るとじゃあこのバタフライノットを登山の中でどう使うかなんですけど私はセルトっていう簡易テントを使ってます。 普通のテントと違ってですね。インナーポールを入れるタイプではないんで、自立式ではありません。なので、細引きを使って吊り下げるっていう設営の仕方をなりま設営の仕方をしなければなりません。その時にですね。このロープワークっていうのが生きてきます。なので、バタフライノットっていうものをセルトの設営っていうシステムの中、装備に組み込んでいくっていうのが必要になります。 で、ここでなんですけど今細引き私は 2mm を持っていますですが細引きいろいろ種類があります 2mm がいいのか 3mm がいいのか 4mm がいいのかさあどの装備を選びますかという話に今度はなってきますそこでこちらの図をご覧ください今回ですねパラコードさっきの細引きですね細引きの 引っっ張りり強度と 1m あたた。ののの重さの関係っていうのをグラフにしましま縦軸が引っ張り強度上に行けば行くほど破断強度が強いということになりますでこちら重量右に行けば行くほど重たいというふうになりますで3種類ですね 2mm の細引き 3mm の細引き 4mm の細引きこのミリっていうのは断面積です 2が細くて3が中ぐらいで4が太いということですで結論から言うとですね右肩上がりのグラフになります、えー、断面積が 2mm の時はだいたいメーターあたり 5g ぐらいで引っ張り強度はですね、まあ、60から80ぐらいありますで 3, 3ミリの細引きだと大体ですね 7g ぐらいで 150kgf の強度あります そして4ミリになるとグーンと上がって1 5ムそして4 0 0ラム f ぐらいの強度が出ます私ですねちょっと話がそれるんですけどえ機械系のエンジニアをやってますんで実際に引っ張り強度試験機に試験編をセットしてどれだけの強度が出るかっていうことをやったりもしてましたでね買ったこの細引きね実際引っ張ってみたんですよ会社の試験機でそしたらねやっぱねこういうグラフになりますでこれカタログ値なんですけど えー、まあ保証はできませんよでも実際引っ張ったらこのカタログ値よりもね結構上の値が出てね破断するんですねだからこれはあくまでも最低ラインっていう風に私は見てて実際はこれよりも上の強度が出るっていうのは知ってますじゃあこの中でどれを使うかなんですけど一番コスパがいいと思っているのは僕はこの3番 3mm の細引きがいいですでなんでかっていうとですねやっぱ 2mm と 3mm で 1m ーーあたりの 重量がねほとんど上がらないんですねでも強度は2倍近く出るってよだからこれはとてもいいものだというふうに考えてますで一方ですねファイ4までいくとねちょっと重量が上がりすぎるんですね引っ張り強度400もあるんでまあそれはうなずけるんですけどでそういうところを考えたらセルトの設営というふうに考えるとまあ4ここまでの引っ張り強度はいらないなとじゃあやっぱ酸化2になるなと で私最初は3ミリつかせたんですけどいろいろやってね軽量化したいんでこの今は2ミリのところを使うようにしております。でねこれを聞くといやメーターあたり2グラムぐらいでしょいいじゃないってなるんだけど僕はだいたいね2 0ー,ーぐらいを持っていくんで1メー,ターあたり2グラム変わると2 0ー,ーで4 0ムです。雪山登山登の40グラムは 侮れません重要です 1g 単位で削るっていうところまではやらないんですけど僕は 10g とか 20g 単位ぐらいではやっぱり厳しく見ていくっていうふうにしてるんでここの差は縦軸よりも横軸この重量の観点から見て僕は今ミリの細引きを使っておりますさて今ここまでで肉体精神装備この3つの話ができました。 続いては計画です。私は雪山を登山します雪山ソロ登山ですってなると先ほど 2mm の細引き私が素手で結んでいましたしかしながら雪山登山では肌を露出するということは基本的にはありませんよってこのロープワークをやるとき、セルトの設営もですけれども グローブをした状態でやらなければならないという風になります計画は雪山登山というところで素手でロープワークをするというものがなくなりますでは実際どんなグローブがあるのかなんですけれども私が森林限界の上に行くときはまず内側にこういった厚手のグローブをしていきますできましたさらに雪が立 ついて、このインナーが湿らないようにですね。アウターのグローブを。つける、ということになります。はい、これがですね、私の雪山登山で、森林限界より上の強風地帯に行くときの装備です。さて、このグローブをした状態で。さっきのバタフライノットが作れるかというと。 えっとですね、まあ、正直言ってもうできないですできませんじゃあアウターグローブを外してインナーグローブだけになったらどうかなんですけどこれねまあ、インナーグローブだけであれば正直、えー、作ることはできますさっきよりだいぶ視点の 輪っかが大きくなっちゃったんですけどまあ作ることができますただですねえー、雪の上にゼルトを設営するっていう時はスノーショベルで成長します要は雪かきするんですねでその後これをやっていくんですけどやっぱりねインナーグローブだけにするっていうのはやりたくないんですねやっぱりねこのインナーグローブで触っちゃうと自分の体温で雪が溶けるそして湿った雪がつく でもこれしばらく放っとくと外気がマイナス10度とかなんですぐ凍る。でこれ濡れたところが凍ってもう二度と乾かない。冷たいグローブをはめるはめになる。ってことになるんで基本的にはインナーグローブだけっていうのもやらないです。基本的にはですけどね。ということでこのグローブではセルトの設営バタフライノットを作るのが難しいってなります。そこでやるのは、えー、こちらです。私森林限界より下のところはですね こういったメリノウールの薄手のインナーグローブを使っています。で、さらにそこ、登山用品とは違うんですけど、テムレスというですね、まあ、ゴム手袋ですね、これを使っています。さあ、この状態でやってみるとどうなるかっていうと、アウターグローブのテムレスをつけた状態で。 えーまあ、素手より皮やりにくいんですけれどもはい無事にバタフライノットが作れましたなので雪山登山で肌を露出してはいけないという制約がかかってきた時にこのグローブをしてロープワークをするということを加味すると装備もおのずと決まってきますやっぱりですねグローブはこういうものを使いましょうとか細引きは 2ミリまあ本当に 3mm の方がね解くところも考えてやりやすいんですけどまあ僕の場合は自分の登山技術とかが見ると、まあ、これでもできるんで 2mm を選定しておりますさあここまでですねまたおさえいです肉体の話テクニックですねで精神知識の話そして装備何 mm のパラコード細引きを選ぶかという話そして計画雪山登山だから素手ではなくてグローブありでやるというところ まで,はできましたじゃあ次このねテムレスを使ってるって言った時にこう思う人がいます。うわ、だっせと。そしてもっといいの、買えよと。操作性がよくてちゃんと、あのー、防水かつ浸透性のあるものを売ってるからこんなん使うなっていう人がいると思います。 私はねサラリーマン登山家がね潤沢な資金を持っているわけではないんでやっぱりコスパのいいところそして自分の登山計画に対して必要十分な装備を選ぶっていうのが発生します。で登山街の生活、まあ、お金っていうところを考えるとやっぱりですね自分の登る山とかレベルにも,もう考えてもこのテムレスはねいい装備になってくるんですね。 でねあとこれ恥ずかしいんですけど僕指の先っぽにね黄色いのついてるでしょ、えー、これで、ね、右も左もなんですけどよく使う人差し指の先っぽに穴が開いちゃいましたいや買い替えろってなるんですけど、えー、ちっちゃい穴だったんで <laughs> ちょっと補修をして使ってますでねもちろん買えるんですよでも買うってなるとこれ僕モンベルさんで買ってるんですけど家から一番近くのモンベルさんに行くのにまあ30分ぐらい 渋滞してると1時間ぐらいいかかっちゃいます往復1時間から2時間かかる。で行って買うものを決まってん、ね、でチャット買うんでまあ10分20分ですけど結構ねモンブーさん人気なんでね駐車場満,々満杯で入れない時もあるんですよ。ってなると休みの日にまあ3時間ぐらいは見とかないとこのグローブ1個買えないんですね。もちろんネット通販っていう手もありますけど。っていうことを考えるとね サラリーマン登山家のね休日のね3時間ぐらい結構貴重なんですね。ってなると、まあ、この指でもロープワークできるし、まあ、これで凍傷になるかって言ったら、まあ、少しリスクは高いかもしれないですけど、まあ、私はまあ十分できるかなと思って今これを使おうというふうにしております。はい いかがだったでしょうか。ここまでわーっと喋ってきましたけれども、えー、おさらいをしたいと思います。えー、登山に関する5つの力、肉体、精神、装備、計画、そして登山外という風になってます。で今回この5つのことをバタフライノットっていう1つのロープワークを例にとって解説させていただきました。ねバタフライノット1つをここまで解説してる 動画ってないと思いますよで、それは別に僕がロープワークのプロでもないし人に誇れるようなすごいテクニックを持ってるわけでもないんですけどやっぱりですねこの5つの力を体系立てて理解しているそれを、えー、実践しているっていうのは自分の強みなのかなと思いましたですのでねこれからあのー、まあ、私のチャンネルではセルトっていうものをメインで扱ってますけどこれも たたった1つ5つの力の力装備編、それに関わるものっていうのじゃなくて、えー、ちゃんと5つの力との関わりですね、まあ、肉体っていうと重いものを担ぐっていうことに対する体力のところで精神っていうところであると常にセルトっていう緊急避難用のものを使い慣れているいつでも設営できるぞっていう平常心につながるで装備っていうところではセルトを持ってるんで重たいテントを持たなくていいとかね まあ物もも減らせるっていうところにもなりますで計画っていうところにもやっぱりセルトをずっと携帯するとかあのー、登山外の生活っていうのにもやっぱお財布に優しいとかねいろいろなところに絡んでくるんでこういうセルトっていう一つのギアについても体系だって解説するようなことを心がけてやっていこうかと思います。もちろんね今回はあのー、例えば槍がたけみたいな急斜面を登るんで5つの力の肉体編ですと。 僕ボルダリングもやってますんでそういうとこの解説もある程度はできるのかなと思ってます。そうやって体系だった中でのここを今やってます。今全体的に俯瞰して解説をしてます。みたいなことが伝わることを心がけてやっていこうと思います。えー、長くしゃべりましたが最後までご視聴いただきありがとうございました。